はい、皆さんこんにちは。歴戦に講師の川原と言います。では2023担当スーパー速習講座鑑定の1回目の講義を行っていきます。不動産鑑定試験は担当と論文に分かれてくるんですが、この講座は短期間で担当合格を目指す、そういった講座になっています。なのでまずは、担当試験の概要から確認をしていきます。はい、例年通りならば2023年度は5月の14日ですね、日曜日が予定日ということになってきます。試験科目は行政法規とこれから学んでいく鑑定論で、いずれも2時間ずつで5択のマークシート式40問解いていきます。1問 2.5 点と配点されてますので、かける40問でそれぞれ100点満点の合計200点満点です。で、どれぐらいですね取れば合格できるか、合格ラインは願書ですと総合点でおおむね7割、200点満点なんで140点程度が合格ラインということになってきます。ただ近年は行政法規の方が少し難易度が高い傾向がありますので、鑑定理論の目標としましては、40問中32問ですね、80点をクリアをですね、目標にしていくようにしましょう。では、敵を知るためには敵をね、敵をつけるためには敵を知る必要がありますので、実践の本試験問題ですね、確認していきます。これ、令和4年度の実践の本試験問題です。これ A4 番のね、問題用紙になっています。ちょっと筆記用具なんですけど、筆記用具ですね。マークシートにマークするのは、HB または B の黒の鉛筆が指示されています。シャーペンは使えないんですね。シャーペンはマークシートの読み取り機が、読み取らないことがあるので、筆記用具がですね、HB または B の黒の鉛筆が指定されています。なので、鉛筆を準備していただきまして、デクの答案練習会当連からですね、鉛筆使ってね、マークしていくようにしてください。ではちょっと形式ですね、問題の形式確認していきますので、ではね、23ページぐらいからですね、問題の形式いくつかあります。はい、でまずは問題29から確認していきます。問題29はですね、選択肢が括弧1から括弧5という形、5つ選択肢が与えられていて、で問題文、誤っているものはどれか、誤っているもしくは、ね、正しいものを1つ選ぶ、こういった形式のことを単純整合問題と言います。で続いての形式が、じゃ問題28で。問題28はですね、いからほまで5つの記述がありまして、その記述の組み合わせが、色とか違法とか違法という形ですね、5つ選択肢が与えられていて、で誤っているものをすべて掲げた組み合わせやどれか、誤っているものもしくは正しいものの組み合わせを選ぶ、こういった形式のことで組み合わせ問題と言ったりします。で続いて問題32、問題32はですね、これ一定の記述がありまして、でイロハニという形ですね、空欄穴が開いていまして、でこの空欄穴に入るべき5個の組み合わせがですね、5つ選択肢与えられていて、で正しい組み合わせを選ぶ、こういった形式のことをですね、穴埋め問題と言ったりします。でさらに鑑定理論40問中最後の2問ほどなんですけど、出される形式がありまして、じゃあ問題40ですね、確認していきましょう。前提条件という形でね、いろいろな、ね、数字が与えられていて、でこの数字を使った計算結果が5つ選択肢として与えられていて、計算結果として正しいものはどれか、こういった形式の計算問題と言います。こういった計算問題は微分とか積分とかそういった高度な数学は出ないんですけど、単純に足し算引き算掛け算割り算で処理できるんですが、ポイントはこれ電卓を使えないんですね。手計算で、しかも40問中最後の2問ほどですので、限られた時間の中で手計算で計算をしていかなきゃならないので、やっぱりケアレスミスしやすい、形式としては一番難しい形式がこの、計算問題ということになってきます。ではこの4つの形式ですね、どういった割合で出題されていたかと言いますと、令和4年度は単純整合問題が13問、組み合わせ問題が24問、穴埋め問題1問の計算問題は2問という割合で出題されています。特にこの組み合わせ問題が半数以上占めてますよね。組み合わせ問題というのは、確実な知識があればそれをヒントに消去法的に正解を導き出すことができる、形式としては、ね、一番得点しやすい形式です。なので戦略としましては、過去問を中心に確実な知識を増やしていくことがポイントなんだということになってきます。では鑑定理論の科目特性ですね、説明していきます。鑑定理論どういった内容を学習していくかと言いますと、それは不動産鑑定士が判断の拠り所とします不動産鑑定評価基準、略して基準と、その弟分であります留意事項について、単なる丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていく、そういった学習内容ということになってきます。で鑑定理論は担当式と論文式いずれでも出される共通の科目です。で論文式、
論文式試験というのはなんか自分の、ね、考え方を小論文的に書くとかそういった試験ではなくて、暗記してきた基準類事項を問題文に合わせて現場でダーッと吐き出すそういった試験が論文式試験です。なので論文式試験合格するためには基準類事項の暗記というのが必須になってきます。一方担当式試験はマークシート方式ですので暗記はそれほど気にする必要はなくて、対策としましては、出題されやすい箇所、まあ、キーワードを中心に問題を通じて、まあ、理解をしていくことが重要ということになってきます。なので、戦略としましては問題を解きながら、要はアウトプットしながら知識をインプットしていく、全体を数多く繰り返す、これ受験用語で回すというんですけど、どれだけ全体を数多く回すことができるのかが、まあ、担当対策としては重要ということになっていきます。特に初期段階は細かいところは気にせずに大枠をつかむってことを意識していただきまして、どん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 先に進めるようにしてください。細かいところは何回も何回も回すことによって、まあ、5回目6回目理解できてきますので、とにかく初期段階は細かいところを気にせずに大枠をつかむってことを意識してどんどん先に進めて、ね、繰り返す回すことが重要なんだということになってきます。はい、では配布されている教材について確認をしていきます。まずお手元、この合格基礎テキスト鑑定理論届いていると思います。これ講義で使用していくメインテキストということになってきます。ちょ形式、じゃあ80ページ使って形式確認していきます。はい、ちょっと80ページを使いますね。形式確認していきます。でまず本文、この実践で囲まれているところがありますよね。これが不動産鑑定が基準、まあ、基準を示してまして、すぐ下こう点線で囲まれている文がありますね。こちらが弟文、留意事項を表しています。で横見出し、担当出題年度、直近10年間で、ね、出された年度が示されてまして、で続いて論文出題年度も示されています。この基本テキストは担当論文共通の基礎テキストということになってきます。で効果期24とありますね。効果期というのは論文向けの補助教材です。なので担当対策の方はですね、こちら無視するようにしてください。あとコメントなんかも、ね、ありますので、重要なコメントは、ね、適宜指摘をしていきます。これ講義で使用しますメインテキスト合格基礎テキストということになってきます。続きまして、このパワーポイント画面集というものは、ね、鑑定量についてお手元届いていると思います。これは今まで見てきましたこのパワーポイントをですね、差し状態にしたものがこのパワーポイント画面集ということになってきます。こういったものです。これは講義では使用しません。復習の際の、ね、確認用の教材ということになってきます。で続いて、足別鑑定量の上下巻がお手元届いているはずです。こちらは令和3年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集したこちら過去問ということになってきます。こちら講義では使用しないんですけど、復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論ということになってきます。ちょっと形式見ていきますね。では上巻の 4,5 ページで形式確認していきます。はい、これ見開きの形になっていまして、左が問題、右が、ね、解説ですね。一問一答形式になっています。で左ページ見ますと、横見出しにランクがですね、星1つ2つ3つという形でランク付けされています。星が多いほど重要度が高いものになってきます。で復習の際には星3つと2つだけを解くようにしてください。星1つはやらなくていいです。無視するようにしてください。これ過去問集なので網羅性の観点から掲載してるんですけど、星1つはやらないでください。かえってね、理解を混乱させるような内容になってますので、星1つも絶対にやらないでください。こちらね、質問もしないでください。復習の際に解くべきね、問題は星3つと2つということになってきます。でちょっと解説のを見ていただきますと、解説の最後にテキスト P 何ページという表示があります。こちらは合格基礎テキストの該当ページです。なので復習の際には解説を読んだ上で、さらに合格基礎テキストの該当ページにも戻っていただきまして、足別を解きながら問題を解きながらテキストを潰していく、これが鑑定理論の復習方法ということになってきます。で続いてこちら、令和4年度の年度別担当本試験問題集、お手元届いていると思います。こちら、直近4年分の本試験問題そのまま掲載している問題集です。ただ過去問の知識は先ほどの足別鑑定理論で身につけるべきものですので、こちらは最後の仕上げとして、まあ、本試験問題になれるという意味で、例えば直前のゴールデンウィークぐらいにですね、実際解いてみて本試験の形式になれる、そういった位置づけの教材だと思ってください。過去問はですね、足別鑑定理論の方で知識身につけていくようにしてください。
で続いて穴埋め計算問題過去問での音も届いていると思います。こちらは、この速習講座全10回分の講義とともに、あの計算対策編という講座がですね1回分ついています。でこちらの、ね、講座の最後でこの穴埋め計算問題の過去問使い方をですね説明しますので、それまでねこちらねほっといておくようにしてください。あとは手のひらサイズの緑色の表紙のモバイル鑑定評価基準でお手元でいいと思います。こちらの、論文に向けて基準理事項を暗記していかなきゃいけないんですけど、その暗記用のツール本ですね、携帯しやすいようなそういったね教材になっています。担当対策としては暗記はそれほど気にする必要はないんですけど、ただやっぱできれば今日からね、携帯していただきまして、こう隙間時間に少しずつですねこう開いてですね基準理事項のもね、文言に慣れていくようにしてください。以上教材ということになってきます。ちょっと鑑定理論の全体のね構成を説明させていただきます と、鑑定理論というのは大きく総論と各論という形で分かれていきます。すべての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論でして、それを踏まえて個別具体的な案件ごとの求め方をですね学んでいくのが各論ということになってきます。総論は1章から9章で、各論は1章から3章で、合計しますと全部で12の章から鑑定理論は成り立ってまして、でこれ令和4年度の各章の問題数なんですけど、これ全ての章から問題が出されています。なので基本的にやらなくていい章というのはないんですけど、ただあの問題数が多い章がありまして、この丸で囲っているところなんですけど、下総論第7章、あと各論第1章第3章で、令和4年ですと、50% 半分の問数を占めてます。なので特にこの7章各論1章3章は、まあ、ボリュームも、ね、多いというのもあるんですけど、メリハリという意味でも、まあ、重要な章なんだということになってきます。はい、では早速中身入っていきましょう。ではお手元合格基礎テキストの目次等々を飛ばしていただきまして、1ページ目開いてください。はい、合格基礎テキスト1ページ目開いてください。はい、中身入っていきます。はい、合格基礎テキスト1ページ目開いてください。はい、では総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察、基本的な考え方を学んでいきます。総論第1章は総論の中の総論と呼ばれる章でして、2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのがこの総論第1章ということになってきます。では2ページ進んでください。はい、でまずは第一節、不動産とその価格について学んでいきます。まあ、客体であります不動産って何の、不動産の価格って何なのということを学んでいきます。まずは不動産のあり方という概念を学んでいきます。ではこの中は基準のところを見てください。基準、不動産は通常土地とその定着物を言う、土地はその持つ有用性の上に全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあり方、すなわち不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。もう一度冒頭から、不動産は通常土地と建物等々に代表される定着物から成り立っています。まあ、皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で土地はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質ということです。土地の上に建物を建てることができる、土地を使って農作物を育てることができる、そうやって役立つ性質、有用性を持つがゆえに、全ての国民の生活と活動とに欠くことのできないベースとなるものなんだ。そしてこの土地を我々がさまざまな目的のためにどのように利用しているかという、土地と人間との関係が不動産の在り方という概念に具体的に現れるんだということです。不動産の在り方というのは、簡単な表現で言うならば、皆さんが目にする街並みのことです。街並みを見れば、土地と人間との関係、つまり不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということを把握することができるんだということになってきます。例えば、戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見れば、人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供しているという形で貢献している。土地と人間との関係ですね、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか、把握することができる、そういった概念が不動産の在り方、皆さんが目にする街並みということになってきます。戸建て住宅が建ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見れば、
人は土地の上に戸建て住宅を建てる。で、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供する。不動産がどのように構成され、どのように貢献するか、土地と人間との関係、具体的に把握することができる。そういった概念が不動産のあり方、簡単に表現でならば、皆さんが目にする街並みということになってきます。では、続きの文章、第2段から見てください。この不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済活動の本質を決定づけているとなっています。不動産のあり方、街並みは多面的な要因が相互に作用することに決定されるとともに、不動産のあり方、街並みは不動産の経済活動の本質、要は不動産の価格を決定づけるんだということになっていきます。つまり同じ規模形の土地であったとしても、都心の高級住宅街にある場合と地方の農村にある場合では、やっぱり不動産の価値が、価格が違ってきますよね。つまり不動産のあり方、街並みというのは不動産の経済価値の本質、価格を決定づけるんだということになってきます。一方この不動産のあり方は、その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産のあり方、街並みというのは価格を主要なメインの選択肢を判断基準として決定されるんだということになってきます。どういったことかと言いますと、はい、画面見てください。多面的な要因が相互に作用することによって不動産の在り方を決定し、不動産の在り方が不動産の経済価値、価格を決定すると同時に、価格が選択肢をとして在り方、街並みに影響を与える。在り方と価格の間にはお互い影響を与える二面性の関係が認められるんだということです。はい、例えばというところを見てください。例えば高級住宅街にある土地の価格は高くなり、不動産のあり方、街並みが不動産の経済価値の本質、価格を決定すると同時に、一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築するでしょってことです。やっぱそれなりの金額を出したんだから、それなりの使い方をするでしょってことです。つまり価格が選択しようとして、不動産のあり方、街並みに影響を与えるんだ、お互い影響を与える二面性の関係があり方と価格には認められるんだ、との内容が示されていたんだということになってきます。まずは不動産の在り方、簡単な表現で言うと、皆さんが目にする街並みです。街並み、在り方を見れば都市と人間との関係を把握することができる、そういった概念ということになってきます。では続いて3ページ移ってください。では今度は不動産の価格って何なのを学んでいきます。で、基準、不動産の価格は一般にその不動産に対して我々が認める効用、その不動産の相対的希少性、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生じる不動産の経済価値を家計学をもって表示したものであるとなっています。不動産の価格は3者がお互いに影響を与えて結合ですね、相関結合することに生まれた不動産の経済価値をいくらいくら家計学をもって表示したものなんだということです。では3者って何なのかと言いますと、では、はい、マーカーしてください。これからの担当対策として重要なワードには、ね、マーカーを指示していきます。では2行目から効用相対的希少性有効需要ですね、マーカーをしてください。効用相対的希少性有効需要ですね、3者マークをしてください。ではこれらどういった内容かと言いますと、はい、じゃあの説明文のところを見てください。まず効用というのは2行目、役立つことを効用と言います。あの役立たないものにお金は立たないですよね、不動産の価格は形成されません。続いて相対的希少性というのは、有限で手に入れるためには対価が必要なんだとの内容です。相対的希少性、希少性は有限で手に入れるためには対価が必要。そして有効需要というのは、これ単なる需要じゃなくて有効需要なので、購入資金を持った、お金を持った買い主がいることを有効需要と言います。上から、役立つからこそ有限で手に入れるためには対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がお金を出してくれたからこそ不動産の価格は形成されるんだ、これが効用相対的希少性有効需要、3者ということになってきます。はい、また上の基準戻っていただきまして、では下から3行目、そしてから、そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら3者を動かす自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価格は3者を動かす多面的な要因が相互に作用することによって決定されるんだ、要因サイドから言うならば、多面的な要因が3者を通じて不動産の価格を形成するんだということになってきます。で、この要因と価格の間にも一定の関係が認められまして、4ページ移ってください。はい、4ページ、基準、
不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。はい、その図のところを見てください。上から、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値価格を形成する。要因の影響下に価格があると同時に、価格が選択指標として要因に対して影響を与える、お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。はい、その説明文、例えば見てください。例えば、不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ行政的要因です。一般に不動産取引が増加し、不動産の価格は上昇する。要因の影響下に価格があると同時に、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取れる、まあ、価格が要因に影響を与える、お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。では続いて5ページ移ってください。では第2節、不動産とその価格の特徴ですね。不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、まず学んでいきます。で、不動産の特徴を理解する前提として、で、横見出しコメント欄見てください。不動産の特性特徴を理解するには、不動産を構成する基本的要素である土地の特性をまずは理解する必要があります。で、土地の特性がこれ具体的には自然的人文的特性と言います。これ土地の特性を意味しています。では基準括弧1、4行目括弧1から見てください。括弧1、自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性、非移動性、永続性、普遍性、不造性、個別性、非移動性、非代替性等を有し、固定的であって硬直的である。括弧2、人文的特性として、用途の多様性、用途の競合、転換、併存の可能性、併合及び分割の可能性、社会的で経済的位置の可変性等を有し、可変的であって伸縮的であるとなっています。はい、では任せてください。4行目、自然的特性、一行開けて固定的硬直的、できれば色変えていただきまして、対比的に人文的特性で一行開けて可変的伸縮的マークをしてください。自然的特性、固定的硬直的、人文的特性、可変的伸縮的マークをしてください。土地は固定的で硬直的な自然的特性と、可変的で伸縮的な人文特性、まあ、相矛盾する、ね、2つの特性を大きく、ね、有しているんだということになってきます。で、自然的特性としては、ね、具体例としては5つ、人文的特性と具体例として、ね、3つ出てきていますので、それぞれ確認していきます。まずは自然的特性から下の説明文を移ってください。自然的特性というのはタイトル脇、土地そのものが有する本来的特性のことを自然的特性と言います。まずは丸1、地理的位置の固定性、不動性、非移動性です。土地の地理的位置は固定しており、そうですね、例えばこの収録している東京ね、23区内、中野区内のレック本社ビルなんですけど、この土地はやっぱ北緯南度、東経南度という形で地理的位置はね、固定しています。で、ここの土地を単独の場所へ移動することは不可能なんだということになってきます。東京の土地を九州に持ち帰るなんてことはできないですよね。だからこそ不動産と言います。そのことを不動性、非移動性と言います。丸に、永続性、普遍性、土地は使用しても消耗し、枯渇することはなく、朽ちることもないんだということです。対比的に建物というのは使い続けると経年劣化して最終的に壊れてしまいますよね。一方、土地というのは使用しても消耗、枯渇することなく、朽ちで壊れることもないんだとの特性が永続性、普遍性との特性ということになってきます。では6ページ、丸さん、不造性です。日本の国土面積は埋め立て等により多少の変化は考えられるものの、全体量として大きく増減することはないんだということです。こうやって一般の際ですね、人気が出てきた場合には増産体制を整えて供給を増やすことができますよね。一方で、例えば東京の高級住宅街田園調布の人気が出てきた場合、じゃあ田園調布の土地をですね、埋め立て等で新たに作ることができるかというと、これ作れないですよね。そういった特性のことをですね、不造性と言います。で、続いて丸4、個別性、非同性、非代替性です。ここの土地は他の土地と区別されるべき性質という一人、全く同一の土地というものは2つと存在しないということです。物理的な意味において全く同質な代わりになるものは、土地ね、代わりになるような土地は存在しないんだとの特性が、まあ、個別性、非同質性、非代替性と言います。で、この非代替性ってフレーズですね、こちら4章で関連する議論が出てきますので、この非代替性というフレーズはですね、ちょっと、ね、覚えておいてください。
では続いて人文的特性。人文的特性というのはタイトル横、土地と、人間と土地との関係から生じる特性です。人が働きかけをすることによって生まれてくる特性が人文的特性ということになってきます。でまず丸一、用途の多様性、用途の競合転換、併存の可能性です。ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換農地から宅地と及び併存店舗付きマンションとシールとなっています。対比的にこういったね、一般の財、こちらは基本的に一物一用途ですね。基本的にこれマーカーするって一用途しか通常考えられないんですけど、都市というのは人が働きかけをすることによってさまざまな使い方、用途が考えられるんだとの特性が用途の多様性ということになってきます。続いて丸に、併合日分割の可能性です。土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割し得るんだということになってきます。この間まで隣り合っていた2つの、ね、狭い土地が合わさって1つの土地になっていたり、だだっ広いですね、使い勝手が悪い土地だったんだけど、6区画に分化されて分譲されてるとか、人が働きかけをすることによって土地というのは併合されたり分化されたりね、しているんだということになってきます。続いて丸3、社会的及び経済的位置の可変性です。こちらは横見出しの、ね、コメント欄の具体例がイメージしやすいと思います。3行目、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことに駅前商店街が衰退することが具体例ということになってきます。人が働きかけをすることによって郊外の大型ショッピングセンターを開店したことによって、それまで駅前商店街は地域の中心で価格水準も高かったんですけど、大型ショッピングセンターできたことによって地域の中心じゃなくなって、で価格水準も低下してしまうということね。人が働きかけをすることによって土地の社会的経済的位置は変わり得るんだとの特性ということになってきます。はい、で5ページ戻っていただきまして、で基準最終4行を見てください。基準最終4行、不動産はこの土地の持つ所得性に生する特定の自然的条件及び人文的条件を予見として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴ってその利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化するとなっています。これマーカーしたように今までこう自然的人文的特性というのを学んできたんですけど、今読んだ表現の中に自然的人文的条件というのが出てきています。横見出し、言葉の意味見てください。条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を意味しているんだということになってきます。つまりもう一度最終4行、不動産は土地が持つ自然的人文的特性に対応する特定の具体的な自然的人文的条件を予見前提として利用されることによって、その社会的経済的な有用性を発揮する、要は経済価値が認められるんだとの内容ということになってきます。でそして前提とする諸条件が変化することに伴って利用形態だったり社会的経済的な有用性、要は経済価値も変化するんだとの内容ということになります。はい、続いて不動産の特性としましては6ページ下見てください。はい、不動産では地域性という特性があります。6ページ下、不動産の地域性というところを見てください。基準、不動産はまたその自然的条件や人文的条件の全部または一部を共通にすることによって他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、およびその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するものである不動産の地域性となっています。不動産は一匹狼的に価格が形成されるのではなくて、7ページ目の図のところ、不動産は似たような使われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成して、その地域との間の依存補完の関係、さらにはその地域内の他の不動産との間の共同代替競争との関係、こういった環境を通じて不動産の価格は形成されるんだ。要は不動産は地域との関わり合いの中で価格が形成されるんだという特性がこの不動産の地域性です。なので不動産の地域性を簡潔に言うならばこういった特性です。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだとの特性が不動産の地域性ということになってきます。では不動産の価格に影響を与えるこの地域の特性、どういったものが考えられるかといいますと、では7ページ下の説明文のところを見てください。7ページ下説明文のところを見てください。で2行目真ん中から、
自然的条件の前提と共通にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政に区画される東京都を8ページ上、大阪府等の地域も考えられる。また日常生活品の小売店舗を中心に構成される丸々駅前商店街といった地域とも考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種類のものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているんだということになってきます。最終2行マークをしてください。一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところをマークをしてください。不動産はただ唯一の地域に属しているというのではなくて、異なった観点から地域に重なって属しているのが不動産の地域性なんだということになってきます。ちょっと今も収録している東京23区の中野区のレックス本社ビル、じゃあこの土地考えていきますと、まず自然的条件という観点からすると、このねレック本社ビルは関東平野に属しています。あと行政区画という観点からすると、まあ東京都ですね、まあ23区中野区に存しています。あと交通体系という観点からすると、東京はね、あの東西に中央線というのが走ってるんですけど、これ中央線沿線沿いです。これさまざまな観点からの地域に重なって属しているのが不動産の地域だね、地域性ですね。でそのさまざまな、ね、観点から地域に地域からの影響を受けて不動産の価格は形成されるんだ、その特性が不動産の地域性ということになってきます。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方終了いたします。はい、で第2ユニットを進めていきましょう。テキスト8ページ開いてください。テキスト8ページ開いてください。不動産の特徴特性一通り確認しましたので、今度は不動産の価格の特徴ですね、全部4つ出てきます。不動産の価格の特徴を確認していきます。まずは1つ目ですね。じゃあ8ページ一番下カッコ1というところを見てください。カッコ1見てください。はい、では基準、不動産の経済価値は一般に交換の対価である価格として表示されるとともに、その用益の対価である賃料として表示されるとなっています。不動産の経済価値は一般に交換、要は売買、手に入れることの対価であります価格として表示されるとともに、その用益、これ使用収益の略です。要はこれ借りることの対価である賃料として表示されるんだということです。不動産の経済価値は交換、売買、手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、用益、使用収益、要は借りることの対価である賃料としても表示されます。でこの価格と賃料との間には根本的な違いがありまして、9ページ上説明文のところを見てください。まず価格というのは、本文、不動産の価格は不動産が存続する全期間にわたって不動産を使用収益することができることを基礎とした価値概念なんだということになってきます。1行目、全期間というところをマークをしてください。全期間マークをしてください。交換、売買で手に入れたならば、不動産が存続する全期間にわたって、要は一生も自分のものとして使うことができるということです。価格というのは存続する全期間にわたって使用収益できることの、ね、基礎とした価値概念などということになってきます。一方賃料と言いますと、下、不動産の賃料は上記全期間のうち一部の期間において賃貸借契約等に基づき不動産使用収益することができることを基礎とした価値概念なんだということになってきます。はい、一部の期間というところをマークをしてください。一部の期間マークをしてください。皆さんアパートとかマンションを借りてこう月額の賃料を払っていると思うんですが、それ1ヶ月間借りることの対価として支払ってますよね。つまり賃料というのは不動産が存続する全期間のうち一部の期間に対応した価値概念なんだということになっていきます。このように前提とする期間概念が全期間なのか一部の期間なのか、これが両者の根本的な違いで、この違いがさまざまな議論で理論的根拠となっていきます。なのでこの違いをしっかりと、価格と賃料の根本的な違いは何ですかって聞かれた場合には、すぐに価格は全期間、賃料はそのうちの一部の期間に対応した価値概念、期間概念が異なるんだということは、これしっかりとね押さえておいてください。でこの価格と賃料との間の一定の関係が認められます。8ページ下また基準戻ってください。2行目最後、そしてこの価格と賃料との間には、いわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができるとなっています。はい、じゃあマーカーしてください。下から2行目、元本と果実との最終行、相関関係というところをマークをしてください。元本と果実との相関関係マークをしてください。価格と賃料との間には元本と、まあ、利子みたいなものね、元本と利子のような果実との間の相関関係を認めることができるんだということになってきます。どういったことかというと、9ページ、
じゃあこの時系列的な図を見てください。要は全期間に対応した元本出る価格が上昇したならば、一部の期間に対応した確実であります賃料も上昇するでしょう。または一部の期間に対応した確実であります賃料が下落した場合には、その大元であります全期間に対応した元本出る価格も下落するでしょう。つまり一方が増えれば他方も減る、増える、もしくは一方が減れば他方も減る、そういった関係のことをですね、元本と確実との前は正の相関関係ということになってきます。では価格と賃料との間にはそういった関係が認められるならば、その図のところであるならば、確実であります賃料をしっかりと把握すれば、その元本価率の相関関係を使って元本出る価格を求めることができるんじゃないか、逆に元本出る価格をしっかりと把握すれば、その相関関係を使って確実であります賃料を求めることができるんじゃないかってね、結論につながっていきます。総論第7章で価格賃料を求める手法というものを学ぶんですけど、その中で元本と価率の相関関係に着目した手法というものが出てきます。具体的な収益還元法、積算法、利回り法というんですけど、今名称はいいので、必ずこの価格の特徴1番に戻ってきますので、戻ってきた時に思い出せるように、あ、そういえば1回目の講義でなんか元本と価実の相関関係に着目した価格賃料を求める手法というのがあるんだなって言ってたらね、思い出せる程度にはしといてください。これ価格の特徴の1番ということになってきます。では2番目、10ページ進んでください。はい、価格の属性の2番です。2、不動産の価格または賃料は、その不動産に関する所有権、賃借権との権利の対価または経済的利益の対価であり、また2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益についてその価格または賃料が形成されうるとなっています。最後、うるというところをマークをしてください。最後、うるというところをマークをしてください。価格の特徴2番、不動産の価格賃料というのは権利利益の対価です。で、同一不動産上に2つ以上の権利利益損する場合がありまして、その場合にはそれぞれについて価格が形成、これされることがありますよ、逆に言うと必ず形成されるわけではないんだということを表せるのが、この形成されうるという表現になっています。同一不動産上に不動産の価格賃料というのは権利利益の対価 で同一不動産上に2つ以上の権利利益損する場合がありまして、それぞれについて価格が形成されることがありますよ、形成される、そういった特徴が価格の特徴の2番ということになってきます。では続いて3番目、下移ってください。はい、括弧3というところを見てください。過去3、不動産の属する地域は固定的なものでなくて、常に拡大縮小集中拡散発展衰退との変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものであっても時の経過に伴ってこれを持続できるかどうか、これらは常に検討されなければならない。したがって不動産の価格また賃料は通常過去と将来とにあたる長期的な考慮のもとに形成する。今日の価格また賃料は昨日の展開である明日を反映するものであって、常に変化の過程にあるものであるとなっています。先ほど不動産の地域性、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まります。じゃあ地域というのは固定的なものかというと、そうではなくて、この括弧3、常に変化の過程になります。であるならば、その常に変化の過程にある地域の特性の影響を受けて価格も最終期を常に変化の過程にあるんだとの特徴が価格の特徴の3番ということになってきます。常に変化の過程にある地域の特性の影響を受けて価格も常に変化の過程にあるんだとの特性が価格の特徴の3番です。なので評価にあたっては、もろもろの事柄についてこれ動態的に把握すべきとの結論につながってきます。不動産の価格は常に変化の過程になるので、評価にあたってはさまざまな事柄について動態的に把握すべきという結論につながってきます。なので担当の足でなんか現状のみで良いとか、将来を考慮する必要がないとか、そういったニュアンスの足が出てきた場合には、それ誤りの可能性が高いということになってきます。で、今までの価格の特徴3つはどちらかというと抽象的な価格についての特徴だったんですけど、最後の4つ目は現実の価格の特徴が示されています。で、11ページ括弧4見てください。
これ現実の価格の特徴です。括弧4、不動産の現実の取引価格等は取引等の必要によって個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちなものであって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものであるとなっています。価格の特徴の4番です。現実の取引価格等というのは個別的な事情のもと個別的に形成されているんだ。さまざまな事情のもと売り急いだり買い進んだりして割安割高で形成されていることが多々あるんだということです。つまり一言で言うならば、現実の価格の特徴というのは、では下の説明文の4行見てください。必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない。これが価格の特徴の4番です。そこマークしてください。現実の価格の特徴、価格の特徴の4番というのは、4行目、必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない、そういった特徴ということになってきます。個別的な事情のもと個別的に価格が形成されているのが現実の取引価格です。売り急いだり買い進んだり割安割高、そういった価格で形成されていることが多々ある。つまり必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないの特徴です。で、この価格の特徴の4番はしっかりと結論まで示してますよね。そういった現実の取引価格等々から誰しもが納得する不動産の適正な価格を一般の人が把握することができるかというと、それは難しいんだ。したがって誰しもが納得する適正な価格については専門家であります不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となってくるんだ。これ鑑定評価の必要性が結論として述べられています。はい、以上価格の特徴の4つですね。これらいずれも重要ですのでね、戻ってきた時に思い出せる程度に、こういった特徴だったなって形でですね、イメージ持てるようにしておいてください。はい、で12ページ進んでください。はい、で第3節、不動産の鑑定評価行為そのものを確認していきます。これ基準の中でさまざまな観点からの鑑定評価の意義が示されてまして、でそれをですね、取り出したものが13ページ上、丸1から丸5という形で示されています。丸5は、ね、4章で学ぶんですけど、ここで合わせて確認していきます。一応5つほどの観点からの鑑定評価の意義が示されています。まずじゃあ丸1、横見出しにね、メモ書きしてきたんですけど、丸1はこう形式論ですね。形式という観点からの鑑定評価の意義が丸1ということになってきます。丸1はこう形式論ですね。形式という観点からの鑑定評価の意義が示されています。で丸1。不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額を持って表示することであるとなっています。対象である不動産、これ対象不動産と言います。対象不動産の経済価値を判定していくらいくら貨幣額を持って表示することが不動産の鑑定評価なんだ。これ形式論としての鑑定評価の意義ということになってきます。続いて丸2はですね、これ役割という観点からの鑑定評価の意義が丸2で示されています。これ役割という観点からの意義です。丸に、不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格秩序の中で、その不動産の価格賃料がどのようなところに位するかを指摘することであるとなっています。世の中にはお米1俵いくらとか車1台いくらみたいに一連の価格秩序がありまして、その中での価格賃料の位置づけを指摘する、そういった役割を持っているのが鑑定評価なんだとの意義が、ね、丸にです。役割という観点からの鑑定評価の意義ということになっていきます。続いて丸三はこれ市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義です。丸三はこれ市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義です。鑑定評価というのは理想的な価格を求めるのが鑑定評価ではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価。つまり鑑定評価というのは市場代行機能を有しています。この市場代行機能という観点からの鑑定価値が丸3ということになってきます。では丸3、不動産の鑑定評価とは現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるだろう市場価値を表する適正な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものであるとなっています。理想ではなく現実の社会経済情勢のもとで合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を市場に成り代わって不動産鑑定士が把握する作業が鑑定評価なんだ。これ市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義ということになってきます。で丸4ですね、丸4はこれ主体という観点からの鑑定評価で、行為主体というかね、主体という観点からの鑑定評価の意義が丸4ということになってきます。
まあ、4、不動産の鑑定評価では不動産の価格に関する専門家の判断であり意見であるとなっています。鑑定評価というのは我々鑑定士の判断意見を表明するものなんだということです。これ判断意見を表明していきますので、同じ不動産について同じ依頼目的条件で複数の鑑定士に評価を依頼して結論の鑑定評価が異なったとしても、異なること自体は問題ないなということになってきます。鑑定評価というのは不動産鑑定士の判断意見を表明するものなので、同じ不動産について同じ依頼目的条件で複数の鑑定士に依頼をして出てきた鑑定評価が異なった金額になったとしても、そのこと自体は問題はないんだということになってきます。では5番目、丸5はね、仮定価格形成過程、ね、仮定という観点からの鑑定評価の意義が丸5ということになってきます。丸5、不動産の鑑定評価はその不動産の価格の形成過程を追求し分析することを本質とするものであるとなっています。鑑定評価は市場代行機能を有してますね。つまり鑑定評価はその市場での価格形成過程を追求分析することを本質とするんだとの意義ということになってきます。はい、では14ページ進んでください。はい、第4節、不動産鑑定士の責務が示されています。鑑定士に課せられている責任義務ということになっていきます。これ3つのブロックから責務は成り立ってまして、まず第1ブロックは初めの4行です。ここまでが第1ブロックです。で、第1ブロックはどういった観点からの責務が示されているかというと、1行目法律名マークをしてください。土地基本法という法律名マークをしてください。第1ブロックはこれ土地基本法からの責務要請が示されて、まあ、土地基本法をマークをしてください。土地基本法はこちら行政法規で学ぶ法律です。これバブルの頃にできた法律なんですけど、土地についての基本理念が示されてまして、例えば2行目、特に投機的取引の対象とされてはならない、こういった基本理念が示されているので、鑑定士もそういった基本理念を踏まえて評価を行う必要があるんだとの責務が第1ブロックということになってきます。で、第2ブロックは5行目から下、括弧1の2行へ、さらにって表現があると思うんです。その前までです。第2ブロックは5行目から、このさらにの前までですね。ここが第2ブロックです。第2ブロックはどういった観点からの要請かと言いますと、では6行目、法律名マークをしてください。不動産の鑑定評価に関する法律、マークをしてください。不動産の鑑定評価に関する法律、マークをしてください。こちらも行政法規で学ぶ法律です。この不動産の鑑定評価に関する法律で、専門家としての地位が鑑定士認められてますので、地位に見合った責務を負うでしょってことです。まあ、例えば誠実な鑑定評価を持って、信頼と期待に向きなければならないとか、まあ、そういった責務を負ってるんだということになっていきます。で、第2ブロックで試験対策上重要なのは、鑑定士、守秘義務が課せられています。守秘義務についてはさらにの上2行、正当な理由かってところから見てください。ここから守秘義務です。正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない、これ鑑定士の守秘義務です。でマークしてください。正当な理由がなくてマークをしてください。正当な理由がなくてマークをしてください。正当な理由がなければ職務上知り得たことをですね、まあ、公表してはならないんだとの守秘義務です。なので依頼者からの要請だったとしても、これ正当な理由がなければ依頼者に示してはならず、逆に言うとこう正当な理由があればいいので、いかなる事柄も示してはならないというのも誤りなしということになってきます。でさらに以降が第3ブロックで、こちらの今学んでいる基準からの要請がさらに以降ですね、守るべき5つの事項、遵守事項が示されています。例えば括弧に前半、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行えるようにする、これ説明責任ですね。評価内容を分かりやすく説明しなさい、説明責任が示されていたり、で括弧3見てください。括弧3、不動産の鑑定評価に立っては事故または関係の利害を生むその他いかなる理由に関わらず公平妥当な態度を保持することになっています。事故関係人等々ですね、利害のいかなる理由に関わらず常に公平妥当な態度を保持して、公平中立立場からこれ誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価です。
まあ、鑑定業界でいろいろ問題されているのは依頼者プレッシャーと言いまして、こう依頼者がプレッシャーをかけて、なんか安い鑑定評価を出してください。そういったプレッシャーに迎合してしまって、安い金額出してしまって不当鑑定などね、問題になっています。確かに報酬をもらうのは依頼者からなんですけど、ただ依頼者等々利害に関わらず、常に公平妥当な態度を保持して、誰しも納得する適正な価格を公平中立な立場から求めるのが鑑定評価です。依頼者の利益になるような鑑定評価を出すのが鑑定士の責務ではないんだということになってきます。で、括弧4。不動産の鑑定評価にあたっては、専門商業家としての注意を払わなければならないこと。プロである以上ですね、プロとしての注意を払いなさいということです。例えば依頼者から提供を受けた資料ですね、なんか全然調べることを鵜呑みにして、で間違った鑑定を出してしまう、そういったことはダメなんだ、主体的に責任を持って提供された資料についてもしっかりとねチェックして採用するか否か判断していかなければならないということになってきます。で、試験対策上重要なのは5番目ですね、15ページ括弧5見てください。これ受託責任が示されています。括弧5見てください。自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、または縁故もしくは特別な利害関係する場合と、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこととなっています。はい、では下から2行目原則としてというところをマークをしてください。原則としてマークをしてください。能力オーバーだったり利害関係あるような公平な鑑定が害する恐れのあるときは、原則評価を引き受けてはならないんだってことです。あくまでこれ原則として、つまり例外の場合、例外的に例えば利害関係ある場合にも一定の場合には評価を引き受けることができるんだ、例外論があるんだとのね意味内容が、この原則としてって表現ということになってきます。で、これ原則としてって表現はですね、簡単に間違いなしを作ることができまして、画面見てください。まず原則例外逆パターンの間違いなしです。こんなことです。特別な利害関係し公平な監督が害する恐れのあるときにおいても、公平妥当な態度を保持していれば、原則として不動産の鑑定評価を引き受けても構わない、原則引き受けたならないでしたよね。これ原則例外論が逆になった誤りのパターンです。続いて例外なしの誤りパターンです。不動産鑑定は常に公平妥当な態度を保持なければならず、特別な利害関係をする場合はいかなる場合だっても不動産の鑑定評価を引き受けてはならない、例外なしなのかじゃないの、あくまで原則として引き受けてはならないですね。これ例外なしと誤りたこと、このように簡単に間違いなしで作ることができますので、これ以降も原則としてって表現いっぱい出てきますので、常に意識して、ね、担当の、ね、問題で狙われやすい、ね、文言ですので、しっかり意識して押さえていくようにしてください。はい、以上総論第1章です。これねちょっと抽象論なんですね。いきなり実はね難しい章なんです。で、2章以降の具体的な概念を学んだ時に必ず1章に戻ってきますので、1章に戻ってきた時に思い出せる程度にしとけば復習としては十分ということになってきます。はい、では続いて2章ですね、17ページ進んでください。はい、総論第2章、不動産の種別部類型、これ分類概念を学んでいきます。では18ページ、はい、全文的なところから確認していきましょう。では最終3行から見てください。基準最終3行見てください。不動産の種別とは、不動産の用途に関して区分される不動産の分類、不動産の類型とはその有形的利用及び権利関係の対応に応じて区分される不動産の分類を言うとなっています。はい、マーカーしてください。まず下から3行目種別というところ、で合わせて用途ですね、種別用途マークしてください。で、単位的に色を書いていただきまして、下から2行目類型というところと、あと有形的利用権利関係の対応ですね、単位的にマークをしてください。類型、有形的利用権利関係の対応ですね、単位的にマークをしてください。まず種別というのは用途、いわゆる使われ方です。住宅としてとか店舗としてとか、それ使われ方、用途に関する分類概念が種別ということになってきます。一方、類型というのは有形的利用、有形的利用というのはこれ建物のあるなしということです。で、権利関係の対応というのはこれ第三者の権利のあるなしです。有形的利用、建物のあるなし、権利関係の対応、第三者の権利のあるなしに対応した分類概念が類型ということになってきます。で、この種別類型を含んだ上位の概念がありまして、一つ上の段落見てください。
不動産の種類とは、不動産の種別部類型の2面からなる符号的な不動産の概念を示すものであり、この不動産の種別部類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるものであるから、この両面の分析をもって初めて精度の高い不動産の鑑定評価可能となるものであるとなっています。この種別の種と類型の例を合わせまし、類型の類を合わせまして、これ不動産の種類と言います。不動産の種類というのは種別類型を含んだ上位の概念です。でこの不動産の種類、まあ、種別類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけているので、しっかりと両面の分析を行うことが精度の高い鑑定評価につながってくるんだとの内容ということになってきます。では種別類型それぞれ確認していきましょう。まずは種別から19ページ第1節、不動産の種別見てください。で点線ですね、留意事項を確認していきます。留意事項、不動産の種別の分類は、不動産の鑑定評価における地域分析、個別分析鑑定評価の証の適用等の各手順を通じて重要な事項となっており、これらを的確に分類整理することは、鑑定評価の精密さを一段と高めることとなるものであるとなっています。これ言わんとしている内容は、この18ページのこの基準の第2段落ありますよね。不動産の種別類型が不動産の経済活動を本質的に決定づけているので、しっかりと分析することが精度の高い鑑定評価につながってくるんだ、この基準の内容を改めて不動産の種別について念をする形で述べているのが、この19ページの留意事項の意味する内容です。不動産の種別というのは鑑定評価における各手順において重要な事項となっており、まあ、経済活動の本質を決定づけるので、しっかりと分類整理することが精度の高い鑑定評価につながってくるんだ、基準の第二段落を今一度種別について念をする形で示しているのが、この留意事項の意味する内容ということになってきます。で不動産の種別、大きく2つの種別に分かれてきまして、1つが下ローマ数字1、地域の種別というものと、あともう1つが24ページ開いてください。もう一つがローマ数字、土地の種別です。不動産の種別は大きく地域の種別と土地の種別に分かれていきます。でまずは地域の種別から19ページ戻ってください、はい、ローマ数字1、基準のところを見てください。地域の種別は宅地地域、農地地域、林地域等に分けられるとなっています。地域の種別は大きな分類、大分類として、まず宅地地域、農地域、林地域等々に分かれていきます。でまずは宅地地域から確認していきましょう。20ページ進んでください。まずは宅地域基準、宅地域とは居住商業活動、工業生産活動等のように表される建物構築物等の敷地のように表されることが、自然的社会的経済的行政的観点から見て合理的と判断される地域を、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分されるとなっています。この宅地地域の宅というのは建物という意味です。つまり宅地地域というのは建物等々の敷地のように表されることが合理的と判断される地域です。でどういった用途の建物かによって、宅地域がさらに住宅地域、商業地域、工業地域等に細分されます。つまり居住のように供される建物、戸建て住宅だったりマンション等々の敷地のように供されることが合理的と判断される地域が住宅地域じゃなくて、商業活動のように供される建物、店舗だったり事務所等々の敷地のように供されることが合理的と判断される地域が商業地域じゃなくて、工業生産活動のように供される建物、工場等々の敷地のように供されることが合理的と判断される地域が工業地域という形で、さらに細分されるんだということになっていきます。で下から逃げます。さらに住宅地域、商業地域、工業地域等については、その規模、構成の内容、機能等に応じた細分化が考えられます。さらなる細分化が考えられますね。でこの住宅地域と商業地域の細分化、細分類については、留意事項で示されています。はい、下じゃあまず住宅地域の細分類から見ていきましょう。全部で4つですね、丸1から丸4という形で住宅地域の細分類が示されています。まず丸1、敷地が広く外部各地が整然とし、植生、眺望、景観等が優れ、建築の施工の質の高い建物が連綻し、良好な近隣環境を形成すると、居住環境で極めて良好な地域で、従来から名声の高い住宅地域となっています。敷地が広く町並みが整然とし、街路樹等々ですね、植生が優れ、さらに眺望景観も優れ、立派な建物が連綻立ち並んでいて、居住環境に極めて良好な、従来から昔から長通った、これいわゆる横目出しコメント欄、いわゆる有料高級住宅地域が丸1ということになってきます。東京ですと田園調布とか成長とか、関西ですと芦屋とか手塚山とか、あと福岡とかですと大濠公園のそばとか、あとは名古屋とかですと白壁エリアとか、まあ、そういうようなイメージということになってきます。続いて丸2見てください。丸2、
敷地の規模、建築の施工の質が標準的な住宅を中心として形成される居住環境の良好な住宅地域、まあ、標準的な住宅地域ですね、まあ、例えばサザエさんちの周りみたいな、そんなようなイメージということになってきます。丸さん、比較的狭小な戸建て住宅、共同住宅が密集する住宅地域、または住宅地として店舗、事務所、商工場等が混在する住宅地域となっています。狭い住宅が密集する長屋的な地域が前半で、後半は住宅地として店舗、事務所、商工場が混在している、住宅地としていれば他の用途が混ざっていてもこれ住宅地域に該当するんだということになってきます。で、マリオン、都市の通勤圏の内外に関わらず在来の農家住宅と主とする集落地域及び市街地的形態を形成するに至らない住宅地域です。前半が農家集落地域、後半がもう家がポツリポツリとしかないようなそういった住宅地域のことを表しています。で、この4つの細分類のうち、まあ、他の省との関わり合いでちょっとイメージを持っていただきたいのがこの丸1です。いわゆる有料高級住宅地域はちょっとイメージ持てるようにしておいてください。はい、続いて下、今度商業地域の細分類ですね。で、他の省との関わり合いでちょっとイメージを持っていただきたいのはまずは丸1ですね。高度商業地域です。本文、高度商業地域は例えば大都市東京23区政令指定都市等の都市または副都心にあって比較的、広域的商圏し比較的大規模な中高層の店舗事務所等が高密度に集積している地域を言うんだということになってきます。都心等々にあって比較的大規模な中高層の店舗事務所等が密集している商業地域のことを高度商業地域と言います。で、この高度商業地域がさらにですね3つに細分類されまして、まず1つ目、あ、一般高度商業地域です。本文、主として繁華性収益性等が極めて高い店舗が高度に集積している地域のことを一般高度商業地域と言います。店舗メインの高度商業地域です。東京ですと銀座が代表例、関西ですと例えば心斎橋とかが分かりやすい例ということになってきます。続いて高度商業地域の細分類2つ目、業務高度商業地域です。本部、主として行政機関、企業、金融機関等の事務所が高度に集積している地域です。事務所メインの高度商業地域は業務高度商業地域、東京ですと丸の内とか関西ですと淀屋橋とかが分かりやすい例ということになってきます。で、3つ目、複合高度商業地域です。店舗と事務所が複合して高度に集積している地域です。東京ですと表参道とかですかね、関西とかですと梅田あたりがこの店舗と事務所が混ざっている複合高度商業地域、そんなようなイメージです。で、これ紛らしいですよね。紛らしいものは全部を覚えようとするんじゃなくてこれ一つを固めるということですね。これ2番目、業務高度商業地域ですね。で、事務所の無を丸して、で、業務の無を丸していただければ事務所メインの高度商業地域なんで業務高度商業地域でまずは、ね、一つ固めるようにしてください。続いて細分類でですね、他の省との関わり合いでイメージを持っていただきたいのは22ページ。はい、丸4見てください。近隣商業地域です。本文、主として近隣の居住者に対する日用品等の販売を行う店舗等が連帯している地域です。まあ、近所の商店街、そんなようなイメージが近隣商業地域です。その説明文見てください。近隣商業地域は都市計画で定められている近隣商業地域と必ずしも一致するわけではないんだということです。はい、今読んだところマークをしてください。都市計画で定められている近隣商業地域と必ずしも一致するわけではないというところマークをしてください。もう一方の科目、行政法規という科目で計画的な街づくりのための法律、都市計画法という法律を学びます。その中で行政サイドがこの地域はこういった用途に使ってほしいという形で用途地域というのを定めまして、その一つとしてこの近隣商業地域、同じ名称のものが出てきます。じゃあ名称同じならばこの都市計画法上の近隣商業地域とこの鑑定評価における地域の種別都市の近隣商業地域、必ず一致するかというとこれ立場が違うんだということになっていきます。計画的な街づくりのために行政サイドが判断する用途地域としての近隣商業地域と、適切な鑑定評価額を求めるために鑑定評価の立場から不動産鑑定士が地域の種別として判断していくこの近隣商業地域は、名称が同じだったとしても立場が違うので必ずしも一致するわけではないんだということになってきます。こちらの近隣商業地域もですね、ちょっとね、他の省との関わり合いでイメージ持てるようにしておいてください。で、続いて丸5、こちらも郊外路線商業地域、こちらも他の省との関わり合いでちょっとイメージ持てるようにしておいてください。本文、都市の郊外の幹線道路、国道、都道府県道等沿いにおいて店舗、営業所等が連帯している地域です。
郊外の大きな通り沿いにその具体例のようにこうファミレスだったり、ね、大きな自動車販売店だったり大きな本屋さん等々が立ち並んでる、車で行くような郊外の商業地域が郊外路線商業地域ということになってきます。でもう一度19ページ戻っていただきまして、19ページまず用途に関する分類概念、不動産の種別、大きく地域の種別と土地の種別に分かれていきまして、で地域の種別としてまず大きな分類として宅地地域、農地域、林地域等ですね。でこの再分類も含めて宅地地域一通り確認しましたので、この農地地域、林地域、こちらの軽くで大丈夫です。22ページ開いてください。はい、ぐっと次第可能性低くなっていきます。農地地域というのはズバリ耕作耕すことが合理的と判断される地域が農地域で、林地域というのは牧畜、要は、ね、樹木を育てることが合理的と判断される地域が、まあ、林地域、そんなようなイメージということになってきます。では地域固定的なものじゃなくて常に変化しています。じゃあ変化している地域において地域の種別はどのように判定するかといいますと、23ページ転換また移行される地域という概念が出てきます。で基準のところを見てください。なお宅地地域、農地地域、林地域との相関においてある種別の地域から他の種別の地域と転換している地域、ここまで一つ目の地域です。および宅地地域、農地域とのうちにあって細分されたある種別の地域からその地域の他の細分された地域へと移行している地域があることに留意すべきであるとなっています。はい、じゃあマーカーしてください。まず1行目相互間において、2行目転換というところ、対比に色を書いていただきまして、3行目うちにあって、で4行目移行ですね。対比的にマークをしてください。相互間において転換で、うちにあって移行ですね、マークをしてください。これ階層の違いを表してまして、まずは前半宅地地域、農地域、林地域、大分類間の間相互間において用途が変化している地域のことを転換しつつある地域と言いまして、じゃなくて後半宅地地域、農地域、大分類間の内側にあって、大分類間の内にあって細分類間で用途が変化する地域のことを移行したる地域というんだということになってきます。これ階層の違いということになってきます。はい、下のイメージのところを見てください。これ一つの例なんですけど、例えば左から大分類間になります、農地地域から宅地地域へと大分類間の間相互間において用途が変化している地域のことをこれ転換しつつある地域と言いまして、じゃなくてこの大分類間、宅地地域、大分類間の内側にあって、内にあって例えば細分類間の住宅地域から商業地域、細分類間で用途が変化している地域のことをこれ移行しつつある地域と呼ぶんだということになってきます。階層の違いを表しています。でこのペアですよね、相互間において転換で内にあって移行ですね、これしっかりとペアを抑える。で当然こうたすきがけの誤りなし、例えば相互間においてなのに移行したる地域で誤りなしが出ますので、紛らわしいものはどちらか一つを固める、後者うちにあって移行ですね、うちにあって移行なんでこんな語呂合わせ、まあ、うちに行こうという方、うちに行こうという形でうちにあって移行なので、おうちに行こうとこね、うちに行こうという形でですね、一つ固めるようにしてください。はい、これ地域の種別ということになってきます。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方終了いたします。